本一の玉ねぎ産地として知られる北見市。畑ではまさに収穫シーズン真っ盛りです。今収穫したやつはまあまあ、いいサイズで、まあ、ある程度、自信あるいい玉ねぎかな。今年の生育は順調。新鮮な玉ねぎが北見から全国へと出荷されます。農産物を全国へ届けている貨物列車。オホーツク地域では貨物鉄道の路線について議論が交わされています。日本の食、命を守っているのはこの北海道。国が責任を持って維持、存続というものをやっぱり考えていただけなきゃならない。存続を求める声が上がっていたのは JR 函館線の函館から長万部までのおよそ148キロです。道内各地から本州に向けて荷物を運ぶためには、すべての貨物列車がこの函館線を通ります。しかし北海道新幹線の札幌延伸に伴い、 JR 北海道から経営分離することが決まっています。 JR 貨物は函館線が廃線となって、トラックと船を組み合わせた手段で輸送することになった場合には、野菜の価格上昇、そして食料基地北海道からの安定的な供給ということに不安が出てくる。当社の経営体力などを考えますと、当社単独で線区を維持するというのは現実的ではないと考えております。函館線を地域の足として使う沿線住民はどう受け止めているのでしょうか。ほとんど乗んないですね、はい。まあ、学生さんか、伊達の病院に行くかなんかじゃないかと思いますけどね。駅によっては1日の利用者が10人に満たないなど、地元では列車離れが進んでいます。道が去年発表した収支予測では、鉄路を残した場合30年間で816億円という巨額の赤字に。線路を維持すべきと主張する自治体はありませんでした。貨物列車の存廃について議論を重ねてきた国や道などの4社は7月、路線の維持に向けてこう示しました。貨物鉄道機能を確保する方向性が妥当ではないかという点に異論はございませんでした。函館線の貨物路線を維持する方向で一致したと発表。もし旅客列車が運行しなくなった場合には、貨物列車が走るためだけに路線を維持する日本初の貨物専用路線として整備が進むことになります。この知らせに北見市の玉ねぎ農家は、やっと前向きに存続してもらえそうな感じで嬉しいですね。親子で玉ねぎを育てている田淵正明さんと弘樹さん、先祖からおよそ100年4代にわたって農家を営んでいます。この辺は遠軽から網走までの有毛線というのが通ってて、やっぱりそこに収穫ビートを集めたりとか、いろいろあったみたい、やったみたいなね。かつて湧別町と網走市の間には有毛線という路線が通っていて、貨物列車が農産物を運んでいました。自分たちの作ったものを安心して消費者に届けるっていう、その流通の中ではなくてはならないもんだなというふうに、このまんまずっと存続させていってもらいたいな。一方、国内では前例のない貨物専用の路線が決まった場合、
誰がどう管理し費用を負担するのか、課題は山積みです。仮に JR 貨物様がですね、負担するとか、北海道が負担するとなるとですね、費用はまず上がります。私たちが毎日手にしている雑誌であるとか、あと本州から届く宅配便などは多くの場合鉄道貨物で運ばれてきますので、我々がその運賃増加分を負担するような形になる恐れが非常に強いです。さらに懸念は他にも。貨物列車がどの程度走行することが可能なのか、そこが決まらないと、現在の線区の在り方っていうのはまだまだ決まらないと思います。で、結局はですね、産地の皆さんの負担になってしまう恐れがあります。運行する貨物列車の本数が減ることになれば、農産物が運びきれなくなる恐れも、生産者の収入にも関わる可能性があります。玉ねぎ農家では、玉ねぎの早出しも終わったし、はい、乾杯。乾杯。乾杯。この日は収穫作業が一段落、家族揃ってバーベキュー、採れたての玉ねぎも並びました。玉ねぎの感じはどうですか？うん、美味しいですよ。手塩にかけて1年間育ててきた玉ねぎ、これからどのように食卓へ届けられていくのか、貨物列車をめぐる議論の行方が気になります。そうですね、輸送が、追いつかないから生産を減らしてくれって言われると、やっぱり、僕らも、生活面でも苦しくなってくると思いますし、それだったら農家やめようかなとか、離農者が増えていくきっかけにもなってしまいそうなので、そういうことはないようにしたいし、してほしいなとは思いますね。北海道の農産物は今後どのように運ばれていくのか、物流網をどう守るのか、貨物列車の存続問題は多くの課題を残しています。